北斎館は、長野県上高井郡小施町にある美術館。日本、浮世絵協会加入施設。江戸時代末期に、高井博山の将兵により、小施に長期投入した浮世絵師、葛飾北斎の肉筆が約40点を中心に、全体で約100点を展示、収蔵をする。また、浮世絵関連の書籍約3000点を所蔵する。 1966年にモスクワとサンクトペテルブルクで開催された葛飾北斎展でオブセに関連した北斎の作品が展示され世界的な評価を得たことを機に国内の巡回展を経て記念館建設の機運が調整されたことにより1976年11月7日に開館1977年当時の町長を中心に財団法人を 設立、1991年に増改築した。開館以来、北斎研究の重要拠点としての役割を果たしている。館内には、肉筆舞台、企画、映像の各展示室と、研修室がある。出版物には、財団法人北斎館収蔵品図録を、刊行している。北斎が、大鳥山や小布施の長組の依頼に応えて制作した、上町、 東町祭屋台の天井画をはじめ、八木下笠持美人、白拍子、八作太夫、卑怯、菊図ず創大竜巻、藤越竜の軸層、七小町の八極一石屏風、書館などがある。東町祭屋台は、竜と凰の二面の天井画を持ち、共に125平方センチメートルの正方形で、竜は、紅いの地色に描かれ、金箔が多用されている。 鳳凰はくれない、緑、朱、青、茶色などを用いて描かれ、翼を広げ、オハを画面全体を包み込むように伸ばし、金色の球体が散りばめられている。上町斎屋台は、東町のものと同じ大きさで、霧板に北斎が創出した土塔図の二面の天井画を持つ。共に長野県だからに指定されている。新州の博物館、P54。 ありがとうございます。